すみたいな。How about the event in this city? Of this city? Yeah. More this city, Gwangju is so nice. Event, まあ4年前に初めてまあこの町に来てでラインナップジャッジさせてもらってやっぱりその時からやっぱりこれだけまあもちろんコロナが明けて。ね、すぐやのにやっぱこんだけたくさんの人が集まっておそらく韓国でもうトップのやっぱりこういうバトルイベントになったと思うからやっぱりもうそこにまずお、まあ、驚いてるのと同時に、まあ、すごくまあ嬉しいというか自分が、ね、初めてここの都市に来たイベントがこれだけ大きくなったっていうのがすげえ嬉しいなと思います。 For like Korea young generation、ハロハロ、呼ぶせよ呼ぶせよそうね。でも韓国のダンサー前来た時ももちろんそのいろんなスタイルの子たちがいててなんかそういうのやっぱすごくいいなと思ってて、でもなんか今回来て、まあ、少し前回に比べてちょっとみんなやっぱりこうバトルイベントが多分たくさん増えたことで、あこういうスタイルが勝つとか、なんかこういうスタイルがかっこいいとかでみんながやっぱり同じ方向を向き出してる、まあ、これは韓国に限らずどこでも起きることやから、まあ、もちろん仕方がないんやけども、なんかそれも大切、もちろんその勝つことも大切やし、ね、そのかっこいいと思うものがみんな同じところを憧れるというのは、まあ、あって当然やねんけども、できるだけなんか自分のやりたいことを信じてやってるやつが結局最後は残っていくし、そういう人間がやっぱり、まあ、勝つというか、まあ、魅力があるダンサーになっていくと思うから、自分のやりたいことを信じてやっぱりやり続けてほしいなと。でそして若い子たちは必ずやっぱり今のその韓国のやっぱり、まあ、ゴセンちゃんしかり、そのいろんなそういう上で頑張ってる人たちのダンサーたちからしっかりやっぱりそういう音楽のことだったりとか歴史のことだったりとかを学べば学ぶだけもっと多分ダンスが好きになると思うから、自分の好きにそういういろんなその歴史や知識をプラスしてよりもっとダンスが好きになってほしいなと思います。はい、just tell to our group, be cool dancers. ああ、もうそんなんあれやん。もう大好きやで。大好きですよ。大好き。だってその、うん、さっきも言ったように、ゴセンちゃんたちのクルーがこうやってやっぱりこのシーンを、まあ、よりいいものにしたいと思ってこうやって今、ね、いろいろ試行錯誤しながらやっぱり頑張ってるっていうのはものすごいやっぱり応援したいと思うし、自分たちもそうやって自分たちのその思いだったりとかそのシーンとかっていうことを考えていろんなことをやってきたから、だからなんかこれからもできるだけそういう自分がそういうみんなのシーンだったり、まあ、韓国のシーンに対して何か少しでも協力できることがあったら何でもしたいなと思うので、これからも一緒に頑張っていきましょう。ファイティング、お疲れ様でーす。